高橋隆氏は、秋田県大曲市出身の元騎手、元長教師。岐阜に元長教師の大久保石松、岐阜に元長教師の大沖吉お長男の助も、元騎手で、現長教師。六人警視の次男として出生実家は、稲作と養鶏を営む兼業農家を、生業としていたが、長女、四女がそれぞれ。 無養用紙をもらい家業を相続。その背景から長男である賢治は家業を継がず、中学卒業後に家を離れ大阪、春木で騎手となる。運動を得意としていた高氏は、バスケットボール、野球などで、その機敏さを発揮し、賢治の影響を受けて、騎手を志すようになっていたが、運動神経の良さを見込まれ、角野立高校バスケット部より誘われた経緯から、 同校を受験し合格。もし背が伸びてしまい騎手を断念するようなことがあれば、バスケットのコーチ、監督をやれたらいいと、当時考えていたが、角野立高校への入学を間近に控えたその矢先に、両親に何も告げず、実家を出て、京都へと向かう。ケンジが、関西にて高しを騎手にすべく奔走し、ケンジの師匠である。 植村正幸を通じ京都競馬場にて調教師をしていた大久保石松へと話を通しその道を開いていたためであったこの後賢治は勝手に高志の進路を曲げたことを咎められ両親から手ひどい出席を受けたという1957年春に大久保の下へ弟子入りするも体重が重すぎたことから長期養成所に入ることができず 短期講習生として、騎手を目指すこととなった高氏は、下乗りなどを経て1963年に、騎手免許を取得。中京でのデビュー戦を勝利で飾るなど、24勝をマークした高氏はこの年制定されたばかりの、新人騎手賞を受賞と最先の良い騎手スタートを切る。しかし、つなぎが速歩競争に重きを置く大久保石松九の事情から、 つなぎが免許を持たない、高しの成績は初年度をピークに緩やかに下降勝利数が2桁を割り込む頃、中央競馬から、つなぎが競争は姿を消したが、その当時、石松のもとに、猿橋重俊が入門し目覚ましい活躍を遂げた、ことから、高しは、その存在感をさらに薄めることとなる。また、成績が、 加工線をたどるさなかにも、重傷勝利を記録するなど少ないなりに数字を残していた高志は1970年、石松の三女と結婚、後に JRA 騎手デビューを果たす、長男助を設けている。騎手として馬に携わり、やがて調教師を志すようになった高志は、当時の心境を一度好きな馬の世界に入ったら、人間はそこから抜けられない。 それ以外は考えられないものなんですと語る。調教助手はいつでもなれる。ならば受験してみようということで、現役時代から幾度も調教師試験に挑むも二次試験に阻まれるという事態を毎年繰り返していた。高しであったが、機種免許を維持するための機場数を維持し、それと並行して試験勉強の時間を確保するのが難しくなってきた。 ことから1989年2月をもって、現役を引退。調教助手として引き続き、石松を補佐しつつ、調教師を目指すこととなった。現役を退き、時間を有効に使えるようになった高志は1年後の1990年調教師試験に合格。1991年3月今春に、引退したばかりの義父、石松の馬房を継ぐ形で、開業。 すでに技術調教師時代から、石松旧社の業務を代行してきた高氏は、仕事環境に、さほどの変化はなくスタートを切れたという。3月2日に初出走も、同年9月14日の初勝利まで半年を、要するなどで出しに苦労し、あれがなければ1年間未勝利で終わるんではないか、と高氏を懸念させたが、翌1992年から2005年にかけおおむね、 勝利数を二桁に乗せ、この間重賞勝ちも記録するなど機種、調教師双方にて成果を収めている。2006年以降は、重賞勝利場などの活躍場を出すことはなく、年間一勝に終わる年もあるなど苦戦が続いたが、定年となる2012年まで調教師を続け、同年2月29日をもって、定年優待、最終年度の同級者の勝ち倉二勝はいずれも、 息子である助の気上によるものであった。ありがとうございます。